皆さんこんばんは。現在12月29日、午後6時6分になろうとしますね。はい、ちょっと今4月は君の園2週目の最終回見終わって、もう目がえらいことになりますけども、はい、ここからは勇気優奈は勇者である、わしは隅の章4話いきたいと思います。はい、僕らはマジ大道芸人ハマーと言います。こんばんは。いつもご覧いただいて皆様ありがとうございます。はじめましての方はよろしくお願いします。25歳で会社員辞めてですね、人生かけてプロマジシャンに転向したものの、その後ひき逃げに遭いまして、そこからいろいろと長いリハビリね、経て、ジャグリングに出会い、そしてパフォーマー大道芸人の道に入りまして、現在芸歴は15年目です。普段は保育園、幼稚園、小学校、こういったところでね、子供たちの前でやればできる、これを伝えたくてパフォーマンスしておりますが、今年はコロナの影響で仕事全くないです。実を言うと12月はゼロ本になりまして、この先ずっとゼロ本です。いつまで続くねんっていうぐらいの無収入地獄、今真っ最中なんですけども、このね、アニメリアクションは続けてます。貯金が尽きるまでは頑張りますよ。さあ、ということでね、よかったら応援お願いします。詳しいことはね、僕の詳しいことは説明文にすべて書いてますんで読んでください。ホームページ、SNS 各種ねチェックしていただけると幸いです。またよかったらフォローしてください。あとは励まし、応援のコメントも待ってます。そしてこちら、昨年の12月17日に Amazon 限定でしか買えないんですけども、ほぼほぼ自伝みたいな本出しました。まあ僕はね、基本的に不幸な人生を歩んできましたんでね、もう不幸自慢したら負けへんぐらいです。その不幸を吹っ飛ばしてですね、会社員辞めて、このパフォーマーの道にどうやって入ったかというね、そういった、経緯書いてあります。もし何かに悩んでる方だとか、夢追ってみたいけどな、どうしようかな、踏み出せへんわって方が読むと背中をバシンと押されるような一冊になってますんでね、はい、送料込み1430円です。チェックしてみてください。さあ、それではですね、行ってみますか。わしお隅の章4話です。3、2、1、スタート。びっちゃびちゃここ。毎度この伏せ字が気になるな。腹8分目って、あの習字の文字、ついついあれですね、チェックしてしまいますね。さあ、ではね、コメント欄でいただいてましたけども、4話5話ぐらいがもうやばくなってくるみたいですね。まあ3話はとにかく本話かで終わりましたけども、どうなるんでしょうね。どういう展開なんやろこれ。遠足か。じゃあちょっとせっかくなんでオープニング聞いておきます。今ちょっと4月は君の嘘のね、最初から見終わって、この辺涙でべっちゃべちゃですわこれ。うん、ちょっとじゃあこっちにシフトチェンジするためにオープニング聞きます。
ぶっと。殺先生みたいなやつだよ。今んとこほんわかやけどな、4話は。
来たか。あ、来てないか、よかった。
2体。3体おんのかい。
や、これ。これ生きてんのか。うわ、マジか。マジか。なんでこうなんや。いや、無残や、無残、無残すぎる、これは。いや、右腕取れてたな、穴開いて。あれ、これ今ちょっと逃したけど、もしかしてこれは銀のソロのエンディングか。あ、そうやな。ああ、しかもタイトルと同じタイトル。え、これ死んだんかな？な、あれ、死んだと見せかけての、んなわけないか。声が天竜源一郎みたいになってる。ああ、いや、ちょっと、ひどいって。次回のタイトルがもうすでに不穏やわ。さようならってないねん。いやー、マジか。これは、頭抱えますな、マジで。いやー、銀。まあでも、1対3で、結果、まあ、相打ちあったってことか。いや、急に来ますね、この
絶望に陥れてくれる瞬間が。次、さよならって。心して続き見ていきたいと思います。はい、以上、結城優菜は勇者である、わしは墨編の、4話でした。最初のほのぼのがもう、効いてくんな、これ。上げて落とすみたいな感じでしたね。はい、よかったらチャンネル登録お願いします。では。